そして、まあ、いわばミロソビッチ選手も最多の4回出場。ただやはり3連覇は個人総合難しかったようです。今度はコルキナ選手からコチェトコーは、この選手はもう棒の外向き、はい、内向き関係なく車輪ができますね。なるほどね。それから、はい、まあ、ここか飛び技からすぐに振り上がって倒立をしたり、こう見ててちょっと構成寂しいかなって感じもあるんですけれども、そうですね、まあ、折りが伸身だということと、はい、それからやはりまあ変化のあるということでは、あのバーの外向き内向き、なるほど、なんとなくこうさりげなくやっているようで、これは難しいんですね。じゃあそうですね、コチェトコーワ選手の段違い平行棒の演技をご覧いただきました。さあ得点の方は、これはじゃあ10点満点の構成はあるわけですね。これは9.9 ですか。さあどんな点になるんでしょうか。9.800 が飛び出しまして、結局コルキナ選手はこちら